ヨスケガニです。こんにちは。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日はですね、 DJ 機材ではなく、ちょっとまあ DJ 機材に関係ありますが、 DJ のことだけじゃないと。まあ、おたえレコードは普段 DJ 機材のお店なんですけど、それだけではない、あの音楽に関する重要なものを紹介したいと思います。では画面を動かしますよ。ダン。ということで、この巨大な物、はい、これは何でしょうか。スピーカーですね。スピーカー2個で、あとはミキサーですね。タクミキとかタクミキサー、タクってあの江川すぐるのすぐる、余計ややこしいからマージャンタクのタクですね。あれ卓上のタクですね。はい、タクミキサー、もしくは PA ミキサーって言いますね。 PA って何の略なんだろう。知ってる？わかんない。PA 機材って言いますね。ちょっと略はわかんないんですけど、一般的には業務用だったりだとかの、サウンドシステムを PA 機材っていう風に総称されてますね。実は違ってたらすいません。工事園ないかな。工事園ないんですよね、お便りコード。はい。で、まあ、一応ですね、このスピーカー2個とタクミキサー。で、あと、これですね。意外と地味だけど忘れがち。スピーカースタンド。スピーカースタンド。で、これ。はい。これが、まあ、これもスピーカーですね。よくロックミキサーがちょっと、これ人のやつなんでできないですけど、こういう感じで、ハトバ的な感じでこう、乗せるやつですね。あんま乗せない方がいいですよ、でも。皆さん。はい。まあ、乗せたらかっこいいかもしれないですけど、乗せる用のなんかダミーみたいなの出たら売れるかもしれない。5000円ぐらいで。これで思う存分乗せてください、みたいな。行くぞ、みたいな。という感じで、はい。構成されてます。で、今日は一体何を、喋ろうかな、ということなんですけど、よくわかんないくないですか、PA の世界って。洋介管理人もですね、もともとやっぱり、こういうものっていうのは、あんまり縁がなくて、縁がある人って意外と少ないんですよね。だから、おたえレコードにも、毎日のように、本当に毎日かな、リアルに、どんどん PA の質問が来るんですね。これぐらいのスピーカーだったら何人のパーティーができますかとか、あとは意外と多いのは老人ホーム、なんかちょっと発表やりますとか、なんかライブやりますとか、すっごい多いんですね。うちでも本当に老人ホームというか、まあ養護施設というか、まあそういうとこで使うっていうお客さんもたくさんいます。あとはまあそのパーティーですね。あとはそうですね、お店ですね、カフェだったりだとか、まあライブハウスはもちろんですけど、っていうところで使いたいんだけど、だけどどれぐらいの規模のものを買っていいかわかんないというところなんですね。なんで、まあ本当にわからないだらけだと思いますので、ちょっと軽く説明をしたいと思います。最初にですね、まず何て言うんですか、ネットがありまして、こう一気にザボンと入るとうわってこう逃げちゃうので、ちょっと身のこなしが軽かったですけど、ね、こういう感じでこう徐々にこう鳴らして入っていくっていうのがいいと思うので、今からメンタルトレーニングをします。だんだん怪しい動画になってきましたけど、これをちょっと映していただいて、皆さんこれ見てください。どうですかこれ、難しそうでしょう。いや難しいなこれ。はい。だけど大丈夫です。大体は使いませんので大体は使わないから怖がらないでください。初心者の方、機械に弱い方、初めての方、初心者の方と初めての方一緒だ、
あの、怖がらないでください。大丈夫です。安全です。はい。危害はないです。ゆっくり説明してる。絶対わかりますので。はい。あなたでもできます。はい。じゃあ、いいですか。自分でもできますって唱えてください。という感じで、はい。ちょっと説明をしていきます。まず、最初に、PA 機材の構成を説明させていただきます。PA 機材、代表的な感じですよ。しかもイージーな感じで喋っていきます。スピーカーいりますね。スピーカー。一本でもいいです。一本でもいいけど、ややこしいから、二本で説明します。四本でもいけます、本当は。だからとりあえず、二本で説明します。スピーカー二個。はい。で、そっから、アンプがいります。パワーアンプと呼ばれるものがいります。スピーカー行って、アンプに行きます。その後に、ミキサー、これですね。ミキサーに行きます。はい。で、例えばマイクだったり、CD プレイヤー、iPod、もちろん DJ 機材などを、このミキサーに突っ込んでいきます。ということで、まず、復習ですけど、スピーカー2個と、パワーアンプで、その次が、ミキサーですね。で、あとは音を出すもの、まあ、DJ 機材だったりだとか、まあ、シンセサイザーでもいいですし、マイクでもいいですし、というものが、必要になります。ケーブルに関しては、PA ミキサーの業界をよくわからなくさしている原因として、端子の形状が普通の電気屋さんとかでは売ってない、ものが結構あるんです。で、それに関して、説明します。まずスピーカーからいきます。おー、これいいね。こういう感じで、なんか中華料理の円卓のような感じで、こう気持ちいいね、なかなか。はい、これですね。おい、はい、これです。アンプから、スピーカーにつなげる場合、ミニコンポみたいなのはよくこの穴に突っ込んで、でロックする。で、これも黒のやつを、よいしょよいしょ。よし。これで完了。これよく、ある民生機の、お、落ちた。民生機のパターンの感じですけど、それは、プロの機器ではあんまり使用しません。理由はいろいろあるんですけど、すっごくわかりやすい理由として、例えばライブコンサートでこれを使う場合に、例えばちっちゃい子がわーって走り回って、足引っ掛けたら、あれ簡単に取れちゃうんで、やばいんですよね。まあ、もちろんイベントごとだと音が止まるっていうのは、死を意味すると。これを見られてる方も、イベント中音止まって、感じにされた方も結構多い、少なくないと思うんですけど。なので、スピコン、この端子は外れにくいです。ものすごくカッチリロックしてます。で、流れる信号は、まあこれも多少の語弊を恐れずに分かりやすく説明すると一緒です。さっきの細い端子と一緒です。はい。で、端子が違うからなんかよく分からなくさせてるんですけど、これはさっきのやつもこれも一緒のことをやってます。で、こういう PA のものにはこのスピコン端子ですね。はい。このスピコン端子が標準、ほぼ標準になってます。ですから、パワーアンプから、PA スピーカーに行くケーブルに関してはスピコン端子しかない場合は、スピコン端子のものを購入してください。で、たまにあるのはフォンケーブルのサイズ、ちょっと待ってくださいよ。相変わらず準備してないっていう。お、これいいじゃん。こういう端子。まあ、あくまで端子だけ。はい。こういうやつ。これはラインケーブルなんであれなんですけど、端子の大きさだけ見てください。こういうやつ。こういう
端子の場合もあります。そしてさっきのやつはフォン端子って言います。で、両方ついてるのもあります。フォンのインプットと、スピコンのインプットと両方ついてるのもあります。ただ、大体は、このスピコンというのが標準化されているという感じになります。で、これ入れ方なんですけど、ここに突起がありますので、ここを一回合わせて入れて、はい、で、回す。そうするとこれがカチャンって言います。おーし、この入れた感がたまんないですね、スピコンは。はい、という感じです。もちろん、おたえレコードで売ってます。はい。なかなかこれ、普通の電気屋さんとかでは売ってないので、ご用命はぜひ、おたえレコードで、お願いします。で、そうですね。あと、スルーに関しては、信号をですね、インプットに入った信号を、他に渡す、パスする。ですからスルーっていうんですけど、役割があります。スピーカー、2個つなげたい場合、連結したい場合は、インプットで入れて、もう一回スピコンで、もう一個のスピーカーに行くという感じになります。ただ、信号のレベルが、渡せば渡すほど落ちるので、スルーしまくって、例えば50個とか連結しても、全体的な音量には、その正比例して上がっていくっていうわけではないので、こういうスルーの端子を使う場合、例えばスピーカー4つ使いたいよ、6個使いたいよっていう場合は、必ず専門家に質問してください。よく何も考えずにやたらなんかスピーカー積んでわっしょいわっしょいってやってる人がいるんですけど、全体的な音量は大したことなかったりするパターンもあるので、それはお気をつけください。